3のタイマー決めてください。1、はい、スタート。足はまっすぐな状態で上げていくストレートレッグの、キックになります。左右交互に膝をまっすぐな状態で蹴り上げていきます。上半身はまっすぐな状態でキープしながら、できるだけ足を高く、ここじゃない、手の位置を高くしっかりと蹴り上げていきます。太ももの裏がしっかりと伸びるように高い位置で蹴り上げていきます。そのまま続けて、身をよく高い位置に手を持ってきて蹴り上げていきます。5秒前、マウンテンクライマーです。腕立てのポジションから膝を胸の方向に向かって引きつけて、リズムよくつけていきます。背中が丸まないようにお腹をしっかり固めた状態で、膝を自分の胸の方に引き寄せていきます。しっかりと膝の裏を伸ばして、足をまっすぐにしたところからリズムよく左右交互に膝を近づけていきます。お腹をしっかり固めて、膝を高く上げてくるイメージで繰り返していきます。右左右左右、強く引きつけていきましょう。になった状態でヒップリフトをします。でヒップリフトをして、お尻を上げた状態で右足、左足を、そのまま足を上げていきます。お尻は下げないようにして、お尻に力を入れた状態で右左足を左右交互に上げていきます。上げてる足は膝90度、股関節90度になるように上げていきます。お尻を落ちないように繰り返し繰り返し、足を上げていきます。しっかりとお尻に力を入れたまま進めましょう。リバースは5秒前、リバースの外側、はい、リバースランジです。後ろにステップをしていきます。前足に重心を残した状態で後ろにステップします。しっかりと股関節から後ろに足を引き下げて、股関節膝を曲げていきます。重心は前足に残した状態で、繰り返し繰り返し足を出していきます。しっかりとお尻、ハムを使って右、左で、これちょっと短くなっちゃっていいか、3秒前、2、はい、スタート。仰向けに寝た状態で頭を上げます。頭を上げて、お腹をしっかりと縮めて、膝を伸ばした状態で足をつけないようにして、足を動かしていきます。股関節から足を動かすように、しっかりとお腹を固めて、できる人は頭を持ち上げて、お腹をしっかりと収縮させた状態で足を繰り返し繰り返し動かしていきます。膝を曲げないようにして、できればつま先をまっすぐに上げた状態で続けていきます。その場でのもも上げです。膝を高く、かかとを上げて、背中を短くする状態で繰り返し足を上げていきます。膝を高く、膝を高く、ただし上半身はまっすぐの状態で足を上げていきます。繰り返しで膝を高く、かかとを上げて、膝を高く、ここから頑張って足を上げて、太ももを上げて、腕を振って、スキップを、強く行います。できるだけ上に高く得意にしてスキップを繰り返します。その場で高く床をしっかりと押してスキップをして、上にジャンプするイメージで、スキップを繰り返します。しっかりと強く大きく腕を振って、上にスキップを繰り返します。できるだけその場で、スキップを繰り返してください。強く高く、強く高く、腕を振って上にスキップを繰り返してください。5秒前、縦右足から15秒でシャッフルのそのままたりです。足、その場でステップしながら右足を外側に出していきます。足をその場でステップしながら右にそのまま出す、ラップを繰り返して、
15秒で逆に変えます。はい、じゃあそしたら逆回しいきましょう。左足を外側に出して、左足だけ、その足だけを出して、その場で足を踏みながら外にちょっと繰り返します。できるようになってきたらスピードを上げていきましょう。できるように早く地上の反動 A、 5秒前、キップリフトをして足を左右交互にクッタイチに上げていきます。お尻を上げた状態、キップリフトした状態からお尻に力を入れて右左に足を左右交互に上げていきます。上げる足は膝90度、足首90度にして股関節から持ち上げていきます。お尻の力を抜かないようにして右左、できるだけ腰の位置を高く、上半身で床を押し上げながら繰り返し、キープを繰り返していきます。前足に重心を残した状態で足を後ろに出していきます。股関節と腿の裏を意識しながら足を後ろに出していって元に戻していきます。重心を後ろに持ち替えないように前足で力を踏ん張りながら上半身はしっかり回していく、背中を力を入れて背中を丸まらないように意識して進めていきます。フラッター5秒前頭に行くスタート。フラッターキックです。上半身を少し上げていいよ、股関節、膝、今の両足の状態で動かしていきます。膝を曲がらないようにして股関節で足を動かしていきます。仰向けでバタ足をするようなイメージで続けてもらえると思います。お尻を固めて膝を伸ばした状態で足を左右交互に動かしましょう。はい、来た、はい、もも上げです。その場で太もも上げを繰り返していきます。頑張れ、ここ手を振りながら平たく上げてみます。かかとが落ちないように、ヒールアップした状態で腕を振って太ももを上げていきます。リズムよく、はい、頑張れ、ここから10秒、そのまま右左太ももを上げていきます。頑張れ、上半身が倒れない後ろに倒れないようにしっかりお腹を固めて膝を上げていきます。そのままキープして右左、1、はい、パワースキップ、5秒前、ここ超えたら大丈夫、パワースキップです。その場で強く上にスキップを繰り返します。スキップをしながら上にジャンプするイメージで強く腕を振り上げてジャンプを繰り返しましょう。強く踏み込んで高く上げる、腕もしっかり振って上にジャンプするイメージでスキップを繰り返していきます。ここから最後強く腕を振って足を踏ん張ってジャンプを繰り返していきます。まず右足から2、1、シャッフルの、その場でまた行きます。まず右足から出していきます。その場でステップを繰り返しながら右足を繰り返しながら右足を外側に出していきます。できてきたら右足をできるだけ素早く外側に開いていきます。はい、はい、逆に足いきます。その場でステップをしながら左足を外側に出すを繰り返していきます。できるだけ早く緩みよく繰り返していきます。そのままキープしてできたら最後スピードを上げて、ナイス、頑張れ、最後5秒前、3、2、1、ヒップリフトの回しです。最後ヒップリフトをして上げたまま右左足を上げて最後に上げていきます。足に使いた状態で床を強く押しながら足を高く上げていきます。お腹もしっかり力を入れた状態で左右交互にひっくり返していきます。しっかり頑張って右左に足を上げていきましょう。2、1、はい、
5秒前2、1、リバースランジです。前足で踏ん張りながら後ろに足を出していきます。ステップをしてしっかりと股関節から足を曲げて、お尻、太ももの裏を意識しながら後ろ足にステップを繰り返していきます。前足にしっかりと重心を置いて、右左、上半身はしっかりまっすぐをキープしながら、お腹が抜けないように強く前足で踏ん張りながら後ろに足を出しましょう。5秒前2、1、フラッターキックです。仰向けになって上半身を上げます。手は下に床についた状態を立てながら、膝を伸ばして足首を伸ばして、股関節からバタ足の形で足を繰り返し左右動かしていきます。しっかりとお腹を固めながら股関節から足を動かします。こちら反らないようにお腹をしっかり固めて、そのまま強く大きくリズムよく足を動かしていきましょう。5秒前その前の2段、太ももを高く上げていきましょう。しっかり腕を振って、かかとを上げて、膝を高く上げてこ、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 リズムよく足を上げていきます。右左、膝を高く、上半身が後ろに反らないようにしっかりお腹に力を入れて、右左繰り返していきます。そのままかかとを落とさない、腰の位置が高く低くならないように、腕を振って足を上げます。山パザ、次が5秒前戻って、2、1、パワースキップです。スキップを近づく接触方向に上に上に向かってしていきます。飛んで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 スキップをしながら上に飛びます。しっかりとポンポン上に飛んで振ってポンポン腕を振ってジャンプを繰り返します。できるだけ強く床を押して、スキップを繰り返して、腕を振って、床を押して、止める止める、まだ止める、強く最後までやれるやれる、攻めよう攻めよう、しましょう。超えた超えた超えた、ドラスト、もう大丈夫、もう大丈夫。5秒前、2、1、シャッフルです。その場で、足を動かしながら右足を外側に出していきます。リズムよく、できるだけ早く足を動かしていきます。右足をまず15秒間素早く動かして、15秒経ったら左足です。じゃあ左足いきましょう。そのままさあラストよ、ラスト、はい、ステップを繰り返しながら足を外側に出していきます。できてきたらできるだけステップを早く、細かく早く動かしていきます。はい、最後頑張って足を動かしてみましょう。よっしゃー、はい、ウェルダー、ナイスナイス。